この黄色いの何ですか？黄色いズッキーニ。あ、ズッキーニ、はい、へー、珍しいですね。そう、焼き鳥でちょっとしたお口直しみたいな感じで、はいはい、野菜が全部下に刺さってるんですよ。これ、フリカデは黄色いズッキーニで、はい、ボンジュは緑のズッキーニで、はいはいはい、焼き身がナスで、サバキがトマトとシシトウみたいな。あ、変えてるんですね、一つ一つで。店長が考えました。あ、見た目もいいですね、具合があって。美味しそうですよね、うん、でこれ何ですか？鳥。これは振り袖、肩のお肉です。あ、桃とかじゃないですね。そうですね、桃より若干弾力があってジューシーです。美味しい。基本その日提供するものはその日仕込むみたいなイメージ。基本的にその日に仕込みますね、はいはい、もう結構仕込み自体が早いですよね。そうですね、確かちょっと前ぐらいからやってます。でももう一人欲しいです。だいたい一人休みだから。あ、そうですよね、全員が全員毎日出るわけにはね。もう一人分あるんで伝えておきますか。あ、お願いします。ちょっとカメラに向かって、はい、焼き鳥焼いてみたい女子。あ、もうここまで、はい、あれ貼ってください。あ、下概要欄に、ね、貼っておきます。あと一人、あと、いや、一人でも二人でも、何人でもいてくれたら助かります。もすごいな。こちらのお店オープンして今どれぐらいなんですか？もう9月で1年になるんで、はい、ああ、じゃあ去年からなんですね。そうです、はいはいはい。まあ、焼き場がそうですね、最初、なんか自分も最初興味本位だったんで、はいはいはい、焼いてみたいっていう、はい、やったら意外と楽しかった。そう、楽しい。大変でしたけど、春吉は。あ、そうなんです。あ、人数が多いからかな。客数が多すぎ、はいはいはい、多いんで。方もすごいんで。いや、もともとはまあチーム的な連携的なところはもう他のところにやった上 で、みんなで一緒にこう、はい、こっちに来たっていう感じですね。みんなそこで焼きして、はいはい、ここで初めてこう紡ぐとして、はい、メインで焼いていくっていう感じになって。そしたらもう基本的にはスタッフの女性の方たちは全員焼けるみたいな。そうです。で、今あのショートの子が、はい、昨日合格したんで、お二人が。ああ、なんかそういう試験的なのがあるんですか？はい、そうです。社長に一応テストはしないといけないので。はいはいはい。お疲れ様です。バランスよく刺していくの難しそう。いや、せせりめっちゃ難しい。なんか難しそうですよね。サイズも違えど、厚さも違うから。そうです、結構ゼロゼロなんで、うん、あ、そういうことです。最近焼き師の試験に受かったと伺いました。はい、一昨日ぐらい。あ、本当最近なんですね。はい、めっちゃ最近です。どんな試験があるんですか？実際焼いてみるみたいな。あ、そうです。で、実際食べてどうみたいな。社長が食べてから。はいはいはい。合格もらえるかどうか。はい。緊張しましたか？いや、めっちゃ緊張します。もう本当に。え、どれぐらいの期間でその試験を受けられるんですか？私は3ヶ月ぐらい練習してました。はい、あ、はいはい。練習は実際、まあ、ここで空いた時間とか、あ、あの毎日練習する時間があって、はいはいはい、あの先輩方に、うん、実際焼いてみてもう実技練習って感じですね。あ、そうです、そうです、はいはいはい。なんか塩加減とかはこんぐらいだよって教えてもらいながら、はい、あ、そういうのもあるんですね。その焼きだけじゃなくて、あ、そうです、焼くまでの過程も含めて。はいはい。へえ、次一発合格で。一応。一応もらいました。何が一番人気とかあります？ハツとレバー。あ、そっちですか？はい。普通にモモとかそういう、まあ豚バラか。あ、でも豚バラも人気です。はい。なんか他のお店と違うから刺し方がですね。はい、あ、違うんですか？はい、多分もうちょっとしたらこっちの子が刺すと思う。はいはい、はい、そのレバーとハツの刺し方が違う。そう、ハツの刺し方違って、はい、全然あの内臓系嫌いな人でも食べます。え、それは刺し方で変わるんですか？なんかプリッてしてるんですよ。へえー、ちゃんと血も抜いてあるから。はいはいはい、そう、臭みもなくて、はい、
ナス、皮、桃、桃ですか。これ抱き身なんですけど。何身ですか。抱き身。抱き身？胸肉を皮に包んでる。ああ、そういうこと。はい、これ柚子の皮で。皮の中に柚子の皮を。そうです。で、柚子抱き身で。へえ。はい、これが一番時間かかります。ですよね。結構丁寧にしないと。しかも結構皮がしっかりついてないと食感もパリってならないんで。はいはいはい。あれ、皮をここにして。結構難しい。巻いて。これは何ですか。つくね。あ、つくね用の、はい、ね、丸い系なんですね。つくねさん丸くして後で串刺すんで、はいはい、あの刺した時にちょっと平べったくするみたいな。あ、そうです。一個一個こうショールームというか、並べていくんですね。はい、並べてます。見栄えめっちゃ。そうですね。並んだらやっぱ全然。ね、美味しそうにも見えるし。ヒールとか履けないから。あ、お前、やっぱ気になるの。あの、履いてみたいですよね。やる、こうとは思ってないですけど。トマトサワー。そうです。丸ごとトマトで飲んでもらうみたいな。左手です。
って分かりますけど、めっちゃ暑いです。めっちゃ暑い。マジここは汗しかかない。すごいっすね。お客様です。いらっしゃいませ、こんばんは。いらっしゃいませ、こんばんは。チョコットカボス冷麺です。お待たせしてます。カツオとナスの煮浸しです。お好みでおろし生姜ご利用ください。ありがとうございます。これがぼんじりとのやつです。レバーです。